ナンバーアンダーライン e I の新たな顔セカンドデジタルシングルブローユーアーカバーで明かされる意外な一面ナンバーアンダーライン e I が4月12日にセカンドデジタルシングルとしてブローユーアーカバーを配信リリースするこの楽曲は3月6日にリリースされたファーストシングルゴートにも収録されており今回シングルカットされる形となる 1>, 1月に配信されたデビューデジタルシングル g o トに続き2作目となるブローユアーカバーこの曲はナンバーアンダーラインアイにとってどんな意味を持つ曲になるのだろうか。他の飛べ所属アーティストを振り返ってみると2作目は自身の名詞代わりとなるような曲が多かった。例えば IMP はグループ名を冠した IMP。デモ音源を聞いた際に 歌詞の内容がまさに自分たちのことを語っていると感じたことから、メンバー自らこのタイトルを提案したという。三宅健も IDOLING をリリースし、アイドルとして活動する自分自身に改めて向き合った。では、ナンバーアンダーライン愛はどうだろう。むしろ彼らにとっては、一曲目のゴートが戦術の立ち位置にあったのではないかと思う。 俺らについてくりゃ見せてやるニューワールド、時代を称、間違いじゃないこれが俺のアンサー、と歌われるこの曲は、新たなスタートを切り、ナンバーワンを目指して進む平野章、神宮寺優太、岸優太の意志が反映されているように感じた。MV にも、フ a t is number underline I という問いが刻まれており、その答えが g o トという楽曲そのものに思えたのだ。 ゴートの貫いていたジャンルがヒップホップなのに対し、ブローユアーカバーは、ワールビーチの穏やかなナンバーだ。ゴートがどうならば、ブローユアーカバーはシズであり、2曲のアプローチは全く異なる。そこに、2作目の楽曲として彼らがブローユアーカバーを選んだ理由、この2曲で自分たちの2つの異なる顔を見せるのだという意思が感じられた。2曲の対極性は、 先日4月1日に出演した CDTV ライブ。ライブ。TBSK のパフォーマンスでも見られた。先に披露したゴートは、ステージを縦横無尽に行き来して、力強いダンスを繰り広げつつも、MV にも登場したゴルフカートをスタジオに持ち込むという、3人の遊び心も溢れたパフォーマンス。対するブロ o w Your では、 照明に加えてミストとレーザーを使用した空間で、切ない楽曲の世界観を表現していた。しなやかなダンス、クールな表情、繊細な歌声と、息を呑むほど美しいパフォーマンスだった。楽曲タイトルのブローユアカバーは素性を明かすといった意味があり、歌詞では大人の恋愛模様が描かれている。自分をコントロールできなくなるほどの愛情に溺れる夜と、 甘い一時ととを思い返しながら孤独感を抱く朝。短編小説のような、ショートドラマのような、そんな印象も受ける楽曲だ。先日、グループでラジオに出演した際、平野は、ブローユアーカバーについて、ある方を好きになっていくんですけど、好きになればなるほどつかめなくなるっていう曲、知りたいけど、近づけば近づくほど遠のいていくみたいな、とコメントしていた。 相手に触れることはできても、心の中までは見通せない。逆に言えば、そうやって不安になるからこそ、さらに相手を強く求めてしまう。愛しさと苦しさがない混ぜになった主人公の感情を、三人は時に消え入りそうなほど儚く、時に力強いボーカルで、そしてパフォーマンスの繊細さで巧みに表現している。歌唱、ダンス、すべてを含めて、 グッドを隣びた世界観を作り出すあたりに、また一つ彼らの成長が感じられた。おそらく、ある程度年齢を重ねた今だからこそふさわしい楽曲なのではないかと思う。ゴートとは対照的な大人の魅力もにじみ出る、ブローユアーカバー曲。他の飛べ所属アーティストを振り返ってみると、2作目は自身の名詞代わりとなるような曲が多かった。 例えば、IMP はグループ名を冠した IMP。デモ音源を聞いた際に、歌詞の内容がまさに自分たちのことを語っていると感じたことから、メンバー自らこのタイトルを提案したという。三宅健も IDOLING をリリースし、アイドルとして活動する自分自身に改めて向き合った。では、ナンバーアンダーライン愛はどうだろう むしろ彼らにとっては、一曲目のゴートが戦術の立ち位置にあったのではないかと思う。俺らについてくりゃ見せてやるニューワールド、時代を称間違いじゃないこれが俺のアンサー、と歌われるこの曲は、新たなスタートを切り、ナンバーワンを目指して進む平野翔神宮寺優太、岸優太の意思が反映されているように感じた。MV にも、フ a t is number underline i, といいう問がが刻まれておりその答えがゴートという楽曲そのものののに思えたのだゴートの貫いていたジャンルがヒップホップなのに対し、ブローユアーカバーワー R&B 調の穏やかなナンバーだ。ゴートがどうならば、ブローユアーカバーはシズであり、2曲のアプローチは全く異なる。そこに2作目の楽曲として彼らがブローユアーカバーを選んだ理由。 この2曲で自分たちの2つの異なる顔を見せるのだという意思が感じられた。2曲の対局性は先日4月1日に出演した CDTV ライブ。ライブ。TBSK のパフォーマンスでも見られた。先に披露したゴートはステージを縦横無尽に行き来して力強いダンスを繰り広げつつも MV にも登場したゴルフカートをスタジオに持ち込むという。 三人の遊び心も溢れたパフォーマンス。対するブローユーアーカバーでは照明に加えてミストとレーザーを使用した空間で切ない楽曲の世界観を表現していた。しなやかなダンス、クールな表情、繊細な歌声と息を呑むほど美しいパフォーマンスだった。楽曲タイトルのブローユーアーカバーは素性を明かすといった意味があり。 歌詞では大人の恋愛模様が描かれている。自分をコントロールできなくなるほどの愛情に溺れる夜と甘いひとときを思い返しながら孤独感を抱く朝。短編小説のようなショートドラマのようなそんな印象も受ける楽曲だ。先日、グループでラジオに出演した際、平野はブローユアーカバーについてある方を好きになっていくんですけど、 好きになればなるほどつかめなくなるっていう曲知りたいけど近づけば近づくほど遠のいていくみたいなとコメントしていた相手に触れることはできても心の中までは見通せない逆に言えばそうやって不安になるからこそさらに相手を強く求めてしまう愛しさと苦しさがない混ぜになった主人公の感情を三人は時に消え入りそうなほど吐かなく 時に力強いボーカルで、そしてパフォーマンスの繊細さで巧みに表現している。歌唱、ダンス、すべてを含めて、ぐっと大人びた世界観を作り出すあたりに、また一つ彼らの成長が感じられた。おそらく、ある程度年齢を重ねた今だからこそふさわしい楽曲なのではないかと思う。ゴートとは対照的な大人の魅力もにじみ出る、ブローユアーカバー、